アンドリュー・エス・ハッチソンはアメリカ合衆国フロリダ州レイクランド出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のデトロイト・タイガース所属。ナノドリューはメディアによってはドルーと表記されることもある。2009年の MLB ドラフト15巡目でトロントブルージェイズから指名され、プロ入り。大学進学を予定していたため指名順位は落ちたが、 契約金は三巡目相当だった。2012年開幕時は A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに所属していたが、先発投手が不足するチーム事情から当初の予定よりも早い4月21日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。以後、11試合に先発して5勝を挙げていたが、6月15日のフィラデルフィアフィリーズ戦で右肘を痛めて、 途中降板。8月にトミー・ジョン手術を受け、復帰は2014年までずれ込む見通しとなった。2014年、大手術からの復活を期すシーズンとなるが、開幕から先発ローテーションに固定された。5月16日のテキサス・レンジャーズ戦では、9回を1、9、3安打に抑え、メジャー初完封を達成した。シーズンを通して先発ローテーションを守りきり、 32試合で11勝13敗、防御率4.48という成績をマーク。184.2インニングで、投球回と、ほぼ同数となる184脱三振を記録するなど、見事な復帰劇を見せた。2015年3月31日に開幕投手に指名された。メジャー復帰1シーズン目の2014年、素晴らしい成績を残したハッチソンだったが、 この年は一転して調子を落とし、13勝5敗、勝率、722と勝ち運こそ、味方につけたものの、防御率は5.57とかんばしくなかった。2016年は、マイナー暮らしが長く、ブルージェイズでは3試合に登板、うち2試合が、先発登板で、12.2イニングで4飛本塁が、1勝、0敗、防御率4.97、ホイップ1.34だった。 トリプル A 級、バッファロー・バイソンズでは、18試合の先発登板で6勝5敗、防御率3.26、ホイップ1.11、脱三振率9.7という好成績をマークしていた。2016年8月1日に、フランシスコ・リリアーのリース・マクガイア、ハロルド・ラミレスとのトレードで、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。パイレーツではリリーフをメインで起用され、 6試合中5試合がリリーフ登板だった。防御率5.56、ホイップ1.59と打ち込まれた。ブルージェイズとの合算では9試合の登板で1勝、0勝、防御率5.25、ホイップ1.46、24.0イニングで7、死球、22奪三振という成績だった。移籍後のマイナーでは、AAA 級インディアナポリスインディアンスに所属。 7試合中6試合が先発登板で1勝1敗、防御率4.50、ホイップ1.244を記録。また、マイナーの合算成績は25試合の登板で7勝6敗、防御率3.59、ホイップ1.20だった。2017年は開幕からマイナーオプションで AA、A、級インディアナポリスに配属された。9月15日に40人枠外となった。 レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2018年2月15日にフィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月25日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。5月31日に DF となり、6月4日にマイナー契約で参加のトリプル A 級。 リーハイバレーアイアンピックスへ配属された後、翌5日に FA となった。2018年6月16日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級オクラホマシティドジャースへ配属された。トリプル A 級オクラホマシティでは9試合に登板して4勝1敗、防御率2.1440脱三振を記録したが、7月31日に、 自ら選んで契約を途中で放棄する、オプトアウトを行使した。2018年8月4日に、レンジャーズとメジャー契約を結ぶと報じられ、翌5日にアクティブロースター入りした。9月3日に、マイナー契約に切り替わって、3カの、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ、配属された。レギュラーシーズン終了後の10月4日に、FA となった。2019年1月11日に、 ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーしていたが、6月17日に自由契約となった。2019年6月21日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ、 配属された。2019年8月5日に、金銭トレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーした。オフの11月4日に、FA となった。2020年8月9日に独立リーグである、アメリカガソシエーションのミルウォーキーミルクメント、契約した。2021年2月27日に、 デトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。シーズンでは5月のマイナーリーグ開幕から参加のトリプル A 級トレード・マット・ヘンズでプレイし8月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした8月23日にリーフとなり26日にマイナー契約でトリプル A 級トレードへ配属された9月7日に再びメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。平均92マイルパワーのフォーシームが全投球の約半数、平均91マイルパワーのシンカーが約1、4を占める。変化球はスライダー、チェンジアップを投げるが、右打者にはチェンジアップはほとんど投げず、フォーシームの割合が増える。ありがとうございます。